私は現在、ジョンソンジョンソンという会社で、ガバメントアフェアーズという仕事をしています。このガバメントアフェアーズというのは、ジョンソンジョンソンはヘルスケアの業界の会社です。このヘルスケアというのは、未だに政府の政策に基づいて様々な事業が行われています。また、残念なことに、今の国会では10%以下の女性しか議員でありません。 その結果、女性に関する法律がなかなか決まらないということも事実です。そういったことを女性の議員が増えることによって変えていくことができる。また、一方的に法律とかが作られているところも変えることができるというふうに私は思っています。私が今のこのビデオを見ている方たちにお話をしたいのは、 人間には大きな可能性があるということだと思います。そしてまた、それは自分で伸ばしていけるということだと思います。